ガツ世界の女は、ドイツのサイレント映画である。初公開は1929年10月15日、ベルリンのウーファパラストアムツォー、観客は2000人だった。監督は、フリッツ・ラングで、当時彼の妻だった、デア・ホン・ハルボーが前年に出版した、小説、ダイ・フラウィーム・モーンとを原作としている。1928年10月から1929年6月に、かけて、 ベルリン近郊のノイバーベルスベルクにあるフォースタジオで撮影された。ロケットの発射シーンでは多段式ロケットを採用するなど当時としては画期的で本格的 SF 映画の古典の一つとみなされている。青年ヘリウスは30年前、月には近郊があると主張し学会の笑い者になったマンフェルト教授と共にロケットでの月旅行を計画する。愛していた。 天文学者のフリーデが、親友、ビンデガーと婚約したこともあり、ヘリウスはますます計画に没頭。ターナーと名乗る怪しい山氏の資金援助もあり、ロケット、フリーデ号は完成する。ヘリウス、マンフェルト教授、フリーデ、ビンデガー、ターナー、さらに密航者のグスタフ少年を乗せてロケットは発射。無事付きに到着するも、仲間割れが始まり、生き残った者たちには、 究極の選択が強いられる。この映画のロケット打ち上げシーンは、その後の SF 映画、小説だけではなく、実際の宇宙開発にも大きな影響を与えた。特にアメリカの宇宙開発競争への影響が指摘されている。この映画の科学交渉に当たったのは、ドイツのロケット工学者のヘルマン・オーベルトである。オーベルトはこの映画のためにロケットを建造する。 つもりだったが、機関と技術的問題でできなかった。この映画は、宇宙旅行協会のベルナー・フォン・ブラウンたちの間でも人気となり、ペンデミウンで陸軍兵器実験場で最初の打ち上げに成功した V2 ロケットの基部には、フラウィーム・モーンとのロゴが描かれてた。オーベルト以外にも、後にアメリカに渡り科学ライターとなるウィリー・レイが監修として参加している。 こうした点はナチスが極秘裏に進めていた部位にロケット計画と告示していたため、1933年から1945年にかけてこの映画は上映禁止になっている。ロケットが登場するトマス・ピンチョン、重力の虹にこの映画のことが言及されている。ガツ世界の女を撮影中のフリッツ・ラング、ありがとうございます。